一息つこうか。カージャに任せた方がいいかもな。は面倒そうだな。なんか気になるな。マナで見てみるか。へえ、こんなもんがあったのか。この辺りに薬草っぽいものはなさそうだな。もう少し先まで行ってみるか。休んでいくか。交代だ。
海域周辺の島に自生する薬草らしい。解決病対策や解熱作用など様々な薬効があるらしくてね。採集しておけばサンドラス号の役にも立つと思うんだ。マナよ、行くぞ。どりゃ、おお、アドル君か。よく来てくれたの。書き置きを残しておいてよかったわい。もうすぐ来るんじゃないかとなんとなく予感をしておった。いろいろと思い出したおかげか最近はすこぶる調子が良くての。何やら心配事があるようじゃな。大丈夫大丈夫じゃ。そうだアドル君、もしよければわしに付き合ってもらえんか。この険しい崖道を越えた先にちょっとした石像があっての、どちらが先にたどり着けるか競争といこうじゃないか。君も使っておるじゃろ。若い頃に乗り回していたものを久々に引っ張り出したんじゃよ。何、老いぼれだからといって心配はいらん。原理を考えるとの、マナは年齢で衰えるものではない。わしに勝つことができれば秘訣を教えてやるかの。どれ、始めようか。そりゃ、キャホーイ。
いやー、負けてしもうたか。やるの、アドル君。わしのマナもまだ捨てたもんじゃなかろう。年を重ねるとの、心と体をさまざまなものに縛られ、次第に自由を奪われていく。そう思うじゃろ。じゃがの、実際はそんなことないはずなんじゃ。アドル君は若い上にすでに自由の心を持っておる。囚われることなかれ。正解はすでに君の中にあるんじゃ。あとは君の手で助けてあげるといいじゃろう。どれどれ、そろそろ出かけようか。アドル、ごめん。マナーを使えば何か見えてきそうだ。見つけた。
情そうな相手だな。あまり効いてないみたいだ。起きたの？その、迷惑かけたわね。うん、さすがフレア先生。起きたら口がまだ苦かったけど。その、ごめん。サンドラス号を座礁させたのは私のせいだ。焦ってあんな初歩的なミスしちまって。え？そうなのか。あ、そうだ、それともう一つ、昨晩のあれなんだけど、どうも病気とかじゃなさそうだ。多分ベルセルク化だと思う。
あの男はマナに加えて自在にベルセルク化できる。特定の発言者だけが使える。感情の高ぶりを力に変える東方だ。強大な力を震えるが、我を失い力尽きるまで戦い続けちまう。そう、カルナック襲撃の時に見せたグリムソンと同じ力、マナと同じで、最近は力を発言できるやつは珍しいみたい。グリムソンもヒオスのタバコで無理やり力を引き出してるらしいし。さあね、そういう血筋なのかも。あの力、戦いに心が高揚し恍惚としてしまうほどの心地よさ、同時にそれに引き込まれ二度と引き返せないような感覚。でも夢に母さんが出てきて、そこから力が収まった気がする。もちろんアドルの薬のおかげもあると思うけど、イルナ・バルタ、バルタ水軍をグリムソンと一緒に仕切ってたらしいけど、私が3歳の時に死んじゃってあまり覚えてねえんだよな。ただ熱で浮かされてた時、母さんの言葉を思い出したの。私の愛する母ちゃん、いい子で待ってんのよ。母さんはいつだってあんたの幸せを願っている。あんたにその日が訪れないよう何とかしてみせるからね。まあね、でもその日って何のことだ。ベルセルクのことか、それとも別の何かだったのか。ノーマンでもないのに、アドルはやっぱり変なやつだな。でもまあ嬉しいかも。行こうぜ兄弟、サンドラス号に戻ろう。行こう。ふう、一息つこうか。アドル君、戻ってきやがったか。心配かけやがって。一体どこ行ってたんだよ。昨晩はひどい嵐だったし、西島へ向かう道は消えちゃうし、みんな心配してたんだよ。いろいろってなんだよ。いろいろって、いろいろって言ったらそりゃいろいろだよね。そうだな、いろいろだ。朦朧としていたが、昨晩アドルとのあれは白熱したな。まあ二人ともとにかく無事でよかったよ。何のことだい。私は欲しかった薬草を手に入れる絶好の機会だと思ったんだ。逆に苦労をかけてしまったね。そういや、先生に頼まれたものを渡しておくか。おお、ありがとう。なるほど、これがスペクルム層か。早速ジョエル君と調合。私はここで失礼させてもらうよ。
の先生もブレねえな。俺は好きだけど、あの人はいつも余裕があるよ。グリーガーから逃げている時もずっとあの調子だったしね。ところで船の修理はどうなったんだ？うん、ご覧の通り大体終わってる。今クルス君とエゼル君が最終点検をしているところかな。そうか、助かったよ。それじゃあ準備が整ったらぼちぼち出発するとしようか。そんじゃ気を取り直してサンドラス号出航だな。まあ今回は気をつけて頼むよ。夫婦喧嘩はもうお腹いっぱいだから。あ、それを言うなら兄弟喧嘩だろ。もうあんなことにはならねえよ。カージャさん、たまに天然なところあるよね。後悔を続けるぞ。